昔昔のことじゃった。十三郎は悩んでいた。この貧しい町をどうしたら救うことができるのか。お上に銭を貸す？いりませんよ。お上さんじゃありませんよ。殿様に銭を貸し利息をいただく。千両ですよ。利息は年に1割が通り相場。これは儲け話ではないんですよ。そうなの？己のことより宿場のこと。うん、やはりやめるか。お願いします。全てを投げ打ち、家財も売り飛ばし、ひたすら銭集め。そういうことよ。頑張るしかないでしょうな。頑張る。ええ、何を？却下。首をはねられておしまいですよ。利息を取る側に回るか、取られる側に回るかだ。少しはうちの者の身にもなってください。あんたはどっちを向いて仕事をしているんだ。ならん。いい加減にしなさい。重村である。殿様。庶民 VS お上、知恵と勇気と我慢の銭バトルが今始まる。果たして彼らは町を救うことができるのか。殿利息でござる。実はじゃった。